なよ。風流キーパー、お前長生きせえよ。するわ。死ぬまで生きたるわ。死んでも生きれるわ、お前はベンジャムシ。ほんでね、話しかよ。もうこれ悪口違うの話かよ。悪口お前真剣な話を。ほんでね、あんたちょっと聞いた、お前。何やねん。お前、あ、ちょっと聞いたの。ほんで聞いてくれる。はいはい、あんたね、体の中でね、顔以外に悪いとこある。ちょっと待って、何が待って、あんた何や、真面目な話を言うたんちゃうの今。あんた正常なとこ聞いてんの。顔は正常ちゃうやろ。だから正常なとこガシャホ、何がガシャなの。顔のどこが正常ちゃうの。私の顔が何か。これがべっぴんさんか。これ正論がべっぴんさんか。その行き詰まるようなこと言うな。ほんならしゃあないな。それ顔のこと聞かんと体だけくくれやから。顔のきで言う。顔のきかりてやし。こういったあそこネズミ男に言うて。誰が顔まで隠せ言うたんや。ムカムカするわ私は。いやいやいや、真面目な話してんちゃうんか。真面目な話してんねん。もう顔の話はよけてんねん。体やった体の中でね、背が低い他に悪いとこある。なんで背まで、体悪いとこないかって一言言うたら。そんなことちゃうの。顔ね、蜂蜜通りの蜂に似てるで。また丸よ。どっか悪いとこある。何もあらへんわ、ほんまに。ないの。いや、ほんま体だけで、ほんな自分はどっか悪いんかいな。あんた、ほんとこれじゃあ、すっきりせえへんねん。あんたがどうもすっきりせえへんねん。あら、どっか悪いんかいな。なんかね、ストレス溜まってんねん。悪いの、どっか。あんた、まるで喜ぶねん。あんた、喜んでへんがな。私、だから調子やって、めちゃめちゃ喜びやねん。いや、めちゃめちゃ違う。あんた、うちも違かった。いや、どないしはったんかな、思ってんの。あんた、私が死んだらいい思ってんねんわ。そんな思ってへんわ。そうやないの。いや、違う。私が体生まれて喜ぶことないやないの。いや、違うが、ほんとに気持ちよかった。何私の財産が見当てたんだから。ピンクの部屋が欲しい。いや、そういらんのかな。私の男を取ると思って。あんた、なんで自分にないもんばっかり言うねん。ありがとう、アホ。あのまあ、ピンクの部屋ぐらいあるわ。ピンクの部屋は分かった。ほう。どなしたんや、悪い悪い、調子悪い。ストレスが溜まってるんです。ストレスが。ストレス。ストレス溜めんと金溜めやん。違う。ないもん言うな、アホ。ストレスや言うてんじゃないか、自分がほんまに。あのね、なんで溜まんねん、溜まんのはね、あの、嫌なこととかね、はいはい、汚いものを見たらストレスが溜まんない。私ものすごいあんたを見てるやろ、毎日毎日。ちょっとかぶしてくれる。それストレスが溜まってる。あんたストレス溜まりやろ。隣私がおるから綺麗から全然ストレス溜まりやろ。あんたどけやわ。溜まりすぎて死にそうなってる。手が溜まれへん。大丈夫や大丈夫や。あのな、ストレス解消法なんか考えたらええねん、ほんまに。もうこう季節変わってね、もう秋でしょ。そうですよ。そういう時に体の気持ちが変わるからね、考えなきゃいけませんよ。ストレス解消法。そうもうじゃあ何かないかなと思って。何してる、まあテレビを見てボーッとするとか。テレビあかんわ。なんであかんねんな。テレビなんか楽しむためにあるでしょ。テレビのワイドショーである私の体に悪い。いや、私は好きやけど。また聞いた。結婚、あっちも結婚、こっちも毎年で全部するでしょ。まあ、腹立つわ。やすこちゃん、私どうせ私よりね、綺麗な人手で、ブサイクのやつが結婚しよったらショックやぞ。今までの人生の中で一番ショックやった林真理子。びっくりしたわ。あんたらストレス溜まってまだ頭痛が残ってる。いやいや、頭痛が残ってる。もう嫌やわ、あんなにも見たない見たない。ほな、あんた越してる人は一体誰やねんな。中森明菜。いや、気持ちわかるわ、その、いやー言うの。あー、あかんわ。買い物買い物買って、女は買い物したらスッとする言うから。ほんならあかんねん、それ。買い物に行くやんか。はいはい、ほんならね、あの、ミオとジャワンとか、ダブルベッド、ペアのパジャマ、あんなパーッと目につくねん。あんた、そんなとこばかり寄って行くからや。いや、行かんとこまで、どこの売り場やったんの。ほんまに。こないだあった、ミオとジャワンパッと目についてん。いや、ミオとジャワンやっと思ったんや。ほんなら、アベックで買い物に来てた。おい、アベックから、私の顔見てんねん。いやー、クゼちゃん、ミオとジャワン見てるわ。関係ないのにやってる。いやー、いげつない。笑いよね。いやー、いげつないの。うち、どなしてわかれから。もう行こうと笑って帰ったかな。怒れよ、そんなとこは。そんなとこ行くな、そんなとこ。じゃあ、女性の下着売り場行くね。ああ、そこやったら絶対大丈夫でしょ。まあ、アベックでもあんまり。そうで、下着売り場でこう見てたんですよ。またカップルが来んね。なんでそんなとこ。新婚のカップルや思うけどね。いやらしい。ほんで、男性が女性に、君、これがいいよって、ブラジャー当ててはんね。男が女にブラジャー当てて。いやらしい。まあ、私そんなに大きくないわ。いや、僕が握ったから確かだよ。まあ、そんなに大きくない。アホ、あんた怒ることないわ。腹立つわ。なんか好きなことないから好きなんです。あ、映画あったら映画な。そうそう。ほうほう、私洋画好きなんです。あ、私は日本画の方、邦画の方が好きです。ここで分かるでしょ。ほんまに。私が洋画好き。何が分かる。私パッと見た時、エリザベス・テイラーの子供に似てるでしょ。何この人パッ、日本映画パッと見たら菅井欽のおかんに似てるでしょ。誰がおかん。やっぱり違うんですか。違うわ、それほんまに。洋画行ったんです、昨日も。映画なんだ。それで座ったらね、隣にカップル来たの、アベックが。また嫌やね。そのカップルがね、女性の方がわざわざ私の横に座んねん。そらせよ。だって向こうに座んねん。ほらな、あんたの横に女置いといたらどんな女でも切れ目やろ。そやの、私引き立て役やねん、ブサイクやから。おおまたかぶすよ。ブダ、ごめんごめんごめん。私がかぶってきたよかったわ。
ほんまに。そう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 。で、ここ入れ替わってもうてね、男はこっちやったらな、どさくさにまぐれでパッとこう触れるわね。で、でも握れるやん。せっかく女こっちやからどうにもならん。あ、そうしゃあないわ。まあ、だって映画の途中で席変わったって。席変わる？男の人、ちょっといい男の人って、一人で来たはって。そのよく座った。あんたな、男の痴漢みたいなことしてんねん。違うね、ちょっと事情を聞いて、事情。何やねん、こっからがすごいねん。もどなしたどなしたんや。私座ったらね、私の心が通じたんかな。どなしたんや。彼がね、その男の人が、僕は君が好きです、結婚してください。そんなこと。よし、ドキッとしてびっくりするわ。私にも春が来た。ほう、パッとその人に、春やんか、春やんか、春は春やんか、遅かっても春や。そらそら遅いで、アホ。いらんこと言わんといてな、前進めへんや。春は春や、そうや、春が来た、じゃあ来た来た。パッとその人のを見て、うん、そいつ、うん、声出して字幕読んどんねん。もう笑いやろ、もうどれもならんわ。一生これやな。しゃあないな、これでいこう。